するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それではトン4曲日本版参りましょう。皆さん開けてください。さあ全曲この親をどうにかしなきゃいけないという声がありました。土田さんどういう方向で行くのか。ドラはリャンワンペイチャです。この手どうですか。どうにかしていく方向、まずペイが出たがこれは泣かない沈黙、沈黙の土田、どうにかするというのはどういう風にしていくんでしょうか。あのさ、はい、みんな3人でどうにかしようって言ったんだよ。僕はどうにかできるわけじゃない、できる可能性もあるけど、ありますけど、だけどペイチャなんで、はい、親の髪で動くと、ツモがね、親にツモが結構増えやすくなる、早くなるんで、はい、それは避ける。なるほど。しかも問題はこれですよ、2万がドラで、はい、ペンさんは受け入れ、ペンちゃ ん、 うん、ここが1段目の川で、あの6巡目までに2万が来るか、ドラそのものが。60名、また来た、60名までに、うん。3万が来ない限りは、この手は見せじまい。早いですね、やっぱり。そこなんだ。ここなんですよ。これ落としてって、うん、あの、ペーポンして、ちゃかちゃかってやれるときは、ペーがこんなに早く出ないですから。やれるときはね。あまりローピン入って、パーワン入って、ちゃかちゃかってやれるときは、ペーがこんなに早く出なくて、タイミングよく出るときは1000点でいけるんですよ。ポンしていいシャッターで、はい。だけどもう出てしまった上に、うん、ここがまだ埋まってないでしょ。ネックだらけ。僕はダメ。あなたたちに期待してます。で、今、この週に思ってたわけですね。で、視聴者の皆さんも大切なことがあって。はい、お、何ですか？右利きの人は必ず泣きたい牌は左に置くこと。どこでもいいですから、真ん中でもいいんですけど、あの、ここに置いてる人多いんですよ。はい、結構私も置いちゃってる。こうやって取れちゃうじゃないですか。見えちゃう可能性がある。見えちゃう可能性は、否定しといた方がいい。少しでもないように、あの見られていい範囲なるべく右端に置くように。あ、うん、いいですね、いらない急走、ね、見られていい範囲だから、こんなのも置いちゃいけないんですよ。そうですね、うん、なるほど。だからなるべく見られていい範囲を右に置くように置き換えていく。ゲーム中にここが伸びそうだなと思ったら中に入れる、大事ですね。はい、ペンだったらいいんだけどね。受けにもなるし、どうだ。ただ見せちゃいましたけど、チュンでした今回、急走から。いやー、じゃあ、スタートからこれ、かなり、土田さん自体がどうにかしていくのは厳しいかもしれない。あ、親がしかも7万ですから、もう。2巡目。これは？あの、3から7までの間の範囲を切ってくる人っていうのは、はい、親子に関わらず、まずマークが必要。うん、しかも、1段目の川で。しかも2巡目でしょ。はい。で、こういうケースは2通りあって、ものすごく早いピンフドライチ系、赤系の手が入ってるか、逆牌持ってるんですよ。はい、どちかなんですよ。じゃないと余らないんで。いずれにしろマークがして、だから僕の気持ちとしては泣け泣けと思ってます。はい、僕は切らなくて済むから。これ現物でしょ、これ現物でしょ、これ現物でしょ。うん、まあ、泣かせないで済むんで、ここでもう嘘ですよ。一応チャンタね。赤海マータンではやっちゃいけないチャンタね。赤海のルールで。もう禁断の役ですから。ちゃんたって、ちゃんたとかじんちゃんやってたら、あんなにね、頑張って、なんであんな、半数増やした方がいいぐらい。少ないんでしょうかね。でも、そうせざるを得ない。うん、親とのバランスで。もう、そんな状況に立たされてるんですね。だから、小型しっかりしろよって。あ、そうですよ。トイメント、神ちゃん。そう。でも、自然に今のところ、お二人して入るんですよね。そうそうそう。早いリーチ来てくれたら、もう安心。もう積もってね、そうそれか他と打ち合ってねと思いながら、打ち合いはダメです。ダメで、あ、え、打ち合いダメなんですか。です自分関わってないのに、うん、ダメです。なんでダメなんですか。積もってほしいなと、これなんでダメなんですか。なんでダメなんですか、打ち合いは。打つってことはメンタルが少し弱くなるんですよ、振り込んだ側が、補充した方が、うん、そうするといつもならちゃんと切れる牌が切れなくなったりする、そのずれが出てくるんですよ。はい。打牌の選択の。それが場に影響を及ぼすことが麻雀って非常に多いんで、できればつもつもでゲームが進行した方が、みんなの気持ちが、こう、ふっと入っていけるっていうか、一人が乱れると、
場が乱れるじゃないですか。後に自分も乱されるかもしれないってことで、ね、ずれて上がり損ないが出てくるのが困るんですよ。ああ、すごいですね、考え方。ええ、自分がそうだから振り込んだ後僕が、うん、僕が真っ白になってちょっと違うことやって上がり損なったりしてるんで、それを下げる。これはほら、なるほどね、ションパイ、ションパイ、はい、親が泣く可能性があるんで当然切らない、はい、となるともうチャンターとしてはこうですね。もうほぼほぼこう亀の速度で行くわけですね。で5はあのポン以外は泣かれないんですよね、黒子は。あの赤麻雀では、うんうん、だから早めに切ってもチーされないんで、はあ、ポンはあるんだけど、赤持ってる人がポンすることはあるんだけど、黒子はチーされにくいんで、だから先処理する。赤入りならではかも、その思考も。赤があるから。そうですよね。行く必要ないんで。そっか。いやでも実際今回もう親へのね、ケアね。ケアがすごいですもんね。6万、親の現物？現物です。じゃあ3匹切っちゃおうか。ローピンに合わせて。いや、なんか。完全親に対するガード。新しい。うん。キューピーは共通安全牌、はい、ペイも共通安全牌。いや、どうにかしていかなきゃという中でも自分のできることと置かれてる立場によって小型の攻めを待つんですね、 んですね。これもション牌。こんなね、ションションションって6巡目に3つもあったらねションションションダメじゃないですか。もうこれはじゃあ完全にガードだ。守って守ってっていやきっちり守らないとダメなんですよ。自然に進めている小型がね、なんか間もなく整ってもおかしくないような捨て牌はしてますけれども、守ってる時の基本は共通安全牌を後に回す、はい、今通りそうなところを先に切るっていうのが大事、うんうん、で親が今手からトング出してきたんで、はい、7万6万っていうこれセットかぶりしたんですけど、普通は単品系の手ならトンがここに出てるんですよ、うんうん、そうですよ。なぜここでトンが出たかというと、トンを重ねなかったんですよ。7万4の近くが両面になるよりも、はい、つまりもう一種類役配持ってるんですよ。これもう9割型持ってますよ、初かチュン。だからトン重なればトントン初ドラみたいな、そんな音階いりましたよ。トントン初ドラみたいな、親みたいな、そうそうそう、はい、なんで、うん、あそうだよねっていう感じ。へ、じゃあ今の手出しでちょっとあれれれとくるって今見ました？何よ、出だしでしたよ。いやらしいね。こいつ落とし？もうだから今度は逆に、あ、他の役配持ってなくてピンフ赤系とか黙って親マン系の手がただただやばいじゃないですか。でも間違いなくこのトン切った時にイーシャンテンですから、イーシャンテンってことはありえないんで。そうですね、だからこのトン2枚目切った時に闇入った可能性もあるんで、もう何も切れないです。通りそうなところでさえも現物じゃなきゃ打たない。さっきの曲、ウーパーワンで、はい、お山上がってますから。前回ですね。こういうタイプの打ち手は、5% の闇はしないですから。闇してるときはお山ですから。今の、先ほどまでの打ち方で、はい、下茶の、はい、プレイスタイルがもう分かってるから。はい、だから、冗談じゃないよって。俺は打たないよと。打たないし、小型誰かしっかりやってる。あ、チュンをポンしました。これは俺が悪かった。ごめんなさい、なんで致命的なミスをした。え、何、どれですか、ごめんなさい、説明してくれないとどれのことだか全然わかんない。こんなね、トロいやつがいたらダメですよ、麻雀。親がトンを落としたんだから、はい、ションパイの初とチュンは親が持ってないんだから、もし泣いて、打ってあげればよかったんですか。泣いてもらえるもんなら泣いてって、7万のところで初かチュン切らなきゃいけなかったんですよ。あ、細かい。それを何をしてるんだって。今ちょっと反省入ったのはそこなんですね。なるほど、この統一落としは他の役配が統一以上であることは皆無ですもんね。小型2人に泣いてもらわなきゃいけないって、切り替えなきゃいけない。じいちゃんだから切り替えが遅くていや遅くない、いや繊細ですね。本当ダメだな、もう。いやでも面白い、その思考確かにそうだ。だけどこのマピソの法則から言ったら6のマピソ全部出てるでしょ。はい、ってことはほとんどポンテンですよ。はいはい、なるほど。打点はどれくらいですかね。39サンキューもありますか。ベリーマッチ。ベリーマッチ。はい。サンキューベリーマッチ打ちたくないですね。打ちたくないけど、親とぶつかった時に、親の現物で本当は打ちたいんですよ。例えば、リャンピンとかで。あー。リャンピン持ってこいよって思いながらやってますよ。サンキューでもいいですか。サンキューでもいいです。その時は。リャンピンを持ってきたら、親が、あ、つもぎりますね。もう当たってもいいから。イーシャンテンで打っちゃうとまずいんだけど。ベリーマッチですよ。なんせ親はテンパイだから、多分。
テンパイが完全イシャンテン系なんで、はい、だけどあのムードはテンパっているような気がする。でもおかしくない。するようなトン2枚目のトン切りでしたけどね。これは、まあ、2枚切り吐く。上3弦をやめて、ハツを引っ張ってた可能性もあって、これで振ると5-2とかありますけど。じわりと高い。でもここは親に上がってもらったらダメなんで、はい、切らなきゃダメ。すごい思考の持ち方が、はい、今までにない新タイプでございます。親に上がってもらってはいけないんで、これ以上しもちゃんの親のれんちゃんはダメだと。今どうですか、ローソー手出し。これでうまくテンパイ入った感じはしますけどね。闇点で構えるならば1万2000以上の可能性が高い。今手出しいいピンだ。いいピンは弱いな。やっぱりヤンピン当たってたのかな。いいピンは弱いな。でも持ってませんもんね、ヤンピン。あ、困ったなこれは。もう安全牌いっぱいあるんだけど。今悩んでる第1位は親に上がられたくないから振りたいんですよ。振りたいってことですね、神ちゃんに。だけどいいピンの手出しが弱すぎるんで、はい、リアムピンになっててくれればいいですよ。いい管理アンピンからリアムピンになっててくれればいいんだけど、はい、ちょっと手出しが弱すぎるんで、触れないですね。触れない。ってことは今親、今度、数層手出しでした。親有利ですよ。親が有利。もう頭痛いですよ。いやリアムピンじゃない、ここじゃない。リアムピンだったの。そういう場合じゃないんだな。もう安全牌いっぱいあって、もう、閉店セールはうまくいってるんだけど、もう最悪ね、これ。触れないんだもん。カミちゃんに打ちたい。でも打てない。トンタンキ、なわけないしなもう。ああ、ダメだ。今、数万でした。お手上げ。なんだったら、チョンボしたいぐらいですね。ダメです。そんな土田さん見たことない。だってもう、親の上がりだもん。もう上がりまであります。ある。俺がチューン切らなかったのがいけなかった。あの、結局、ね。上山同士なんで、はい。ポンだから。トイメンのポンだから、上山同士なんで、親有利なんです。上下変わってたら、ごめんなさい。上山と下、や、下、え、何か違うんですか、上下。あら。え？上山、圧倒的に有利なんですよ。下山は結構不利なんですよ。ごめんなさい、なんでですか？機械の特性。そっち。そっち言っちゃいけない。あの、メカニズムから言って、上山でやってる方が上がりやすいんですよ。だから、親のツモは下ツモにしたかったんですよ。だから僕がチューン切んなきゃダメだったんです。僕が泣かせたら、下になりますもんね。そう。で、親から泣くってことは、親の必要牌いっちゃうわけですよ。そうだ。そう、振り込む可能性あるわけですよ。そっか。危ない。大丈夫か大丈夫か大丈夫かそうか。取りましたね、3問。よし。ただ。よし。やだー、ツモられたくない。もう何回にもツモりそうな手つきなんだもん、ドッポさーん。こうだからもう高さありましたもんね、角度にね。赤ウピン使ってるか、サブローピンか。さあどうなっているんでしょうか。漫画処理されてるから、トイメンは対応ですもんね。ピン点だよね、親は。ピンズの街が濃厚。ああもう回っちゃった、多分回っちゃった。ああ回っちゃったー。スワンは対応したように見えますか。ああ問題ない。さあ、あと残り10秒は少なくなってきましたが、あ、そうそう、通ってないですけどね、一応親には通っているが、4まで回った感じがもう、それでまた打ってる打ちやすさはありますもんね。いやー、うまく神戦には補充はできない。あ、流れた。さあローピンですって。いろんな牌持ってるね。チーでしょ。まあいっぱいあります。あ、あれ？チーしたら親に配点が回るんだけど大丈夫かな。これチーするパターンってテンパイになることが多いですか。うん、テンパイになりますね。あ、じゃあ降りてたわけじゃないんですね。数層強いじゃないですか。その前までは結構受けてるのかなと思ったんですけど。腕がいいんですよ。そういうことですか。ギリギリの線で来てたんだ。このチーの判断がすぐできないってことはちょっと迷ってる時はチーしない方がいいですよね。アドバイス。チーしました。あ、さあ、両面のチーですね。4、5、6、ローピンをチー。そして数ピンを切った。数ピン通りましたね。神ちゃんは？高いんだ。神ちゃん対応してますか？あのパーソン。親に配点回して数ピン勝負するぐらい高い手だってことですよね。ということは親の手が安いんだ。
にじゃあ、そう。いろんなものが、まあここも華やかですけどね。いろいろ吸収して。ってことはあっちにも打てないよって、トイメンにも打てないってことですよね。トイメンはもちろん打てないですね。なるほど。ただ、この親に履いてみました。お、ポンだって、土田さん。俺が3000払えばいいんだよ。すごい未来がいろいろこう動いてますよ。パーピンをポンしてシャを切りました。これでよかったですよ。これで履いてずれましたね。履いてずれたんで、これでよかった。お、親が不倫だったか。おー、危ないとこ掴んだか。いいぞ。1500にしようや。二人で、そうそう、先輩と。でもね、これは小型が本当頑張った。二人とも、ね、あのスーピンを通した彼が立派だった。おー、あ、やめた。スーピンをした。シーピン短期だったの。ってことは貼ってるかもしれない。ってこと貼ってんじゃん。あ、さあ、ではどうなんでしょうか。先輩の方は、あ、さあ、親が開けた、3人開けた。なんと、土田プロ、一人脳天でございます。今回は、回った、いや、違うんだよ。これどうなったんですか。外さなきゃ上がってたね。まあ、最初から一色行ってたら。スライドスライド、だから一色にいかん、両面にしちゃったがために上がれなかったんだ。だけどな、数万三万ってきついところだから切れないよね。あの段階では。で、それで結局こっちになったわけですね。最後パーピンが、ねえ、受けたけど泣けてテンパイ取れました。こっちは三色でした。さあ今回なんと一人の点になりました。あれ。何打て、でも高いですよ。1万、ここで切ったら8000点ですよ。ドラドラだった？打った方がいいんですか？当たりました。なんで俺何持ってたんだよ。バカじゃないのか、本当にもう。あ、ちょっと。親の、あ、バカじゃないの、もう。いろいろなんか今回ありましたね。チュンのこともなんかそこまでこう悔やむ方少なそうですけど、土屋さんはかなり悔やまれてらっしゃる。何はだって切って全然普通の牌じゃんですね。泣かれていいんだもん、まあ、親落としっていうのがテーマだった、うん、もう失格です。この罪は重いです。だいたい懲役3年ぐらいかな。本当に帰ってこれるんでしょうか。もうちょっと難しいね。さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。